それではタンちゃんいるかな。いたいたいた。タンちゃんに入ってもらって。なんかプロレスラーの入場みたいだな。違う音楽がなんか流れそうなと思って。やっぱりなんかあのショップ系だね。あの振り負け売り物1個じゃちょっと寂しいけどね。なんかこうやだね、この視線が。ここで考えなかったな。なんかなんだかやだな。これはでもね、ちょっとね、床に置かないとできない楽器で、イプヘケ、イプイプっていうよくあの言うけど、ひょうたんのこと。それ大きさで名前が違うのかな。あ、そうなんだ。だいたいね、打楽奏者っていうのはやっぱりね、僕らがウクレレ買うならいいですけど、タンちゃんなんかこんだけ、ドラムセット何セット持ってんだっけ、それで。この普通のドラムを5セット持ってて、しかもこの間ティンパニー買ったんだって。2台、置くとこない置くとこないとか言いながらティンパニーを2台買って、でなんでって聞いたら叩きたかったって。なんね、偉いんだかなんていうか、もう素晴らしいよね。叩きたかった。それ一回借りて思いっきり一日叩いて返しちゃダメなんだやっぱり。そっか、素晴らしいよね。でもね、もう本能の赴くまま、もうかなりやっぱりあのあれですよ、こうあれです、人間のそのルーツっていうか、そういう DNA 持ってるんでね、俺は叩きたいからティンパニー買う。いやー、もうそれを聞いた時に僕何も言えなかったですね。いや、正直言って負けたと思いましたよ。じゃあハワイでもよくこのスタイルは珍しいですよね。バリトンとイプっていうのは、これはハワイでも大旋風を巻き起こすぐらい地味なバンドだと思いますけども、じゃあこれはあのハワイ島コハラで僕はこの曲初めて聞いたんですけど、ノースコハラですね。ハワイ島でもちょっと湿度の、低いというかカラッとしてるとこで、すごく綺麗なと思いますけど、そこで、初めてジョーン・キアベという、人がねこの曲をやってるのをフェスティバル見たんですけどね。ジョーン・キアベって、まあ、かっこいいおじさんなんですよ。なんかね、こう渋い感じのちょうど、まあ、関さんぐらいの年かな。でね、おかしいのはそのバンドがベースともう一人ギターいるんだけど、若い男の子が無然としてやってんの、ね、ずっと面白くなさそうに。でバンドでジョン・キアベが一人ゆうゆうとやってて、その若者二人がもう時々二人で顔見合わせてと言いながらやってんの。なんでこいつらこんなジョン・キアベ偉大なミュージシャンだって面白くないんだろうと思ったら、息子おらんだよね二人にね。やっぱりなんか やりたくないっていうか、やらされてる感じがね、すっげえ面白かったんですけどね。じゃあそんな感じで初めて聞いた曲なんですけれども、スラックのチューニングしなくてもバリトンとかでも十分できるんですよ。僕いろいろ編み出したんですけど、レギュラーチューニングのまあスラックって感じで、プーアナフルっていうのを、じゃあタンちゃんとやってみましょうか。すいません、自分のことしか考えない。ちょっとかな。あ、すみませんね。